ジャック・ルイ・ダウィッドが、ホラティウス兄弟の誓い、ホラティウス三兄弟は、王政ローマ期のホラティウス一族の出自の勇者で、半ば神話的な存在である。ローマと当時対立関係にあったアルバロンガのクリアトゥス兄弟と首都を演じ、ホラティウスの名は、祖国ローマへの愛、中世の象徴として長いローマ史を通じて、語り継がれた。平和路線を取った。 ローマの二代目沼マ・ポンピリウス王の死後、トゥッドス・ホスティリウスが王位につくと、にわかに、ローマとアルバロンガとの対立が深まった。しかしながら、エトルディアの脅威を考慮し、双方が兵を失わずに済む、有志同士の決闘で決着をつけることとなった。ちょうど両陣営に年格好も、同じくらいの三兄弟がおり、ローマでは、ホラティウス一族の兄弟が、アルバロンガからは、 クリアトゥスクの兄弟が選ばれ決闘をすることとなった。決闘では当初、クリアトゥス兄弟の全員が負傷したものの、ホラティウス兄弟は二人倒れてしまい、一人無傷であった、ホラティウスの最後の一人は、相手を分断するために逃げ出した。クリアトゥス兄弟はそれを追ったが、それぞれ負傷の度合いが違うために三人が、離れていってしまい、結局ホラティウスによって、カッコ撃破され、 ローマ側の逆転勝利となった。ホラティウス家には敵であったクリアトゥス兄弟の一人と婚約していたホラティアがいた。ローマへと凱戦してきたホラティウスではあったが、彼女が兄弟の死や祖国の勝利よりも婚約者の死に嘆き悲しむのを見て怒りのあまり剣で差し貫いてしまう。ホラティウスの罪状は明らかではあったが、ホスティリウス王はこの祖国の英雄を 自らの手で処罰することを避け、反逆罪を裁く二人間を任命し、判決に不満がある場合は民衆に提訴するよう、定めた。ホラティウスは、プロカキオ、選択、裁判では、彼の父親が、息子の行った祖国への偉大な貢献を、涙ながらに訴え、もし息子が、あの時娘を殺していなければ、不権に基づき自分が彼を処罰していただろうと語った。 ローマ市民は結局彼の偉大な功績を認め無罪としたが、明らかに殺人を犯しているため、その清めの儀式を必要とした。そのため父は儀式を行い、さらに道路に針を渡し、息子にまるで首きをくぐるようにその下を通らせるようにしたという。ありがとうございます。